皆さんこんにちは、日本語の先生のりこです。今日のゲストは2回目のインタビューになります。スコットランド出身、現在フランスのパリに住んでいるドンナさんです。ドンナさんはシーズン1の285のエピソードで出演していただきました。ドンナさんはもう長い間私のポッドキャストのトランスクリプションをボランティアとして作ってくれています。私の信頼できるチームメンバーでもあり、現在快眠スリープセラピストとしての仕事もされています。それではドンナさん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。久しぶりですね、のりこさん。本当にこうやってお話しするのもめっちゃ久しぶりだね。そう、嬉しいですよ。嬉しい。でも元気そうね。うん、実は元気にしてますよ。よく寝てますから。さすがさすが。今日はね、その辺の寝るという話についてよくしていきたいと思うんだけれども、まずはやっぱり初めてドナさんのことを知る方もいるので、簡単に自己紹介をお願いします。はい、私はスコットランド出身ですけど、その時からいろいろな国に住みました。いろいろな仕事もやったし、その時にもちょっと睡眠の問題がたくさんありました。それは多分15年ぐらいかかりましたから、すごく大変でした。そうそれは睡眠がないとちょっとね、体にすごく大変です。いつからパリに住んでるんですか、ドナさんは。今回は8年前から。でもその前は多分2年間、学生の時は2年間で、そして他の時は6年間かな。だからちょっとバラバラですよね。本当に。でもトータルでもかなり長いですね。そうですね、多分13年ぐらいですよね。じゃあフランス語はもう完璧。大丈夫。フランス語は、完璧かな。いや大丈夫でしょうね。もう仕事もできるぐらいだから。そうですね、最近フランス人になりました。国籍を取りましたから。それはおめでとうっていうことなんですよね。本当におめでとうのことですよ。パスポート取って、ブレクシット のためにです、ね、そうそう。じゃあ EU のパスポートっていうのことですね。そうですね。そうじゃあちなみにドナさんは今何語を話せるんですか？そうですか。もちろん英語、英語ですよね。母国語で、フランス語、そしてスペインですよね。スペイン語も？そう。キューバに2年間住んでいましたから。まだ忘れてないですか？まだ忘れてない。お友達がいっぱいいますから、毎日話しています。いいですね。日本語と以外にで、もちろんそのスペイン語の後は日本語か。違います、イタリア語も。イタリアは1年間に住みました。すごいな。でももちろん日本語とスペイン語は本当に似てますから、それの方が簡単ですよね。発音ってことですよね。イントネーションってこと。発音もあるし、あとは言葉もちょっと似てますよね。日本語と？違う、イタリア語ってことか。イタリア語、そうですね。なるほど。そっか。じゃあもちろんスペイン語とイタリア語は、勉強しやすかったってことですね。そうですよね。日本語は全然違いますよね。その辺は。でもあまり日本語勉強してないって言ってたけど、全然大丈夫ね、今日。大丈夫かな。見てみましょう。はい、大丈夫そうです。じゃあ早速このドンナさんが最近始められた新しいお仕事ね、スリープセラピスト、はい、私はこのことについて全然知らなかったので、まずどうしてスリープセラピストになろうと思ったのかっていうことをちょっと説明してもらってもいいですか？はい、もちろん。さっきちょっと話しましたけど、私は10年間ぐらい睡眠症を悩んでいました。障害ね、睡眠障害かな、多分。本当の、そう、障害ですよ。その時に本当にこの痛みじゃなくて、でもその問題は10年後ぐらい本当に悩んでました。集中のこと。あとは、もちろん、一日中は大変ですよね。睡眠がないと。本当にもう、全然寝られなかったの？それともなんか、
寝たけどよく寝られないとかそんな感じ？そうですよね。深く睡眠が全然取れなかったです。あ、それ何ですか？深い睡眠か。そうそう。深い、そうそうそう。本当に、じゃあもうすべてその次の日にも影響があるし、体にも影響があるし。もちろん仕事の方も大変だったし、だから本当に大変な時でした。じゃあ自分でもその大きな悩みがあってストレスがあって、でどうやって克服したんですか、ドナさん。実はもちろんいろいろなあのお医者さんに行きましたよね。でもあいにくお医者さんはほとんどお医者さんの勉強は多分7年間9年間ぐらいかかりますよね。でもその間にあのお医者さんは4時間だけ睡眠の勉強してます。そっか、じゃあほとんど知らないんだ。だから何も知らない。何も知らない。だからそういう解決は薬だけですよね。ああ、じゃあドナさんはちょっと困ってお医者さんに行ったけど、ああじゃあこの薬を飲んでみてくださいみたいなことしかしてもらえなかったんだ。そう、何回も何回も薬を試してみたけど、もちろん悪いことですよ、本当に。ですよね。薬に頼るのは実は根本的な解決じゃないね。そうですよね。実はその問題があるとあのそういう薬は全然動かないんです。少しだけ多分2週間だけできるけど、あとは解説つかないんです。じゃあ全然もう解決できなくって、そこで多分、スリープセラピストっていう仕事の存在を知ったのかな。そうですね、はいはいはい。それは意味がある仕事だから、その前はたくさんの仕事をやって大きい会社で、でも2年間前はあ、それが一番いいかなと思って、意味がある仕事になるから自分の経験も活かせるし、そうですね、自分が困ったことを踏まえてアドバイスもできるし、でもそうですね、この仕事をするために資格とか勉強しなきゃいけなかったんだよね、ドナさん。そうですね。だから1年前この睡眠教育者みたいな資格を取って、はいはい、それから今はそういう仕事をやってます。そう、おめでとうございます。本当に、だから今は自分のウェブサイトもあって、あの困っている人と直接あのセッションというかね、あのお話を聞くっていうことをされてるんですよね。そうそうそう、いろいろなポイントがありますよね。あの1対1のセッションをやっているし、そして会社の中でウェビナーとかいろいろやってます。あ、企業向けにもやってるんだ、はい、そうですね、はい、ということは本当に必要ですからね、そういう世界に、ということは本当に実際に世界中にあんまりよく寝られない、睡眠の質が悪いって困ってる人がたくさんいるんですね、ドナさん。たくさんたくさん。大変な人はほとんど世界中に 10% ぐらい。そんなに？で、多分そうですね、このコロナの時代でもっとなんか悩みとかストレスがあって困ってる人が多分たくさんいる。そうそうそう。だからあのフランスの方は 10% ぐらい。本当に大変な問題がある。でも満足してない睡眠の方ですね、満足してない睡眠は多分 70% です。そっか、じゃあ 寝てるけどなんかでもちょっとなっていう自分の睡眠の質に満足できない人が 70% 以上もいるんだ。そう、これはもう本当に大きな問題だね、本当に。でもね、のりこさん、日本の方は一番悪いですよね、世界中。データの時に、あ、本当に。データの、そう。日本人、そうそうそう、日本人みんな悩んでる。みんな悩んでる。でも、その前、あのコロナの前でもそうだと思いますね。やっぱストレスが多いのかな。日本の見ると、ストレスが多い、残業が多いし、いつも電車の中に、みんな、そうそうそう、あの電車の中でも寝てるね。そう、睡眠だからかわいそう、そうですね、睡眠不足な人が とても多いですね、はい、そうなんだ。日本ではそういうデータがあるんですね。そうですね、一番悪い、2番目はサウジアラビアです。あ、本当に、ヨーロッパの人はどうなんですか、データ的には。ヨーロッパの人はフランスと同じように、あの日本に比べたら悪くない、
うん、悪いけどそんなに悪くない、うん、そう日本に比べたらね。へえ、そっか。じゃあドナさんはだいたい今フランス語でセッションしてる、そのフランスのフランス人のクライアントの方が多いのかな。あ、違います、私のクライアントは世界中ですよね。あ、本当にやっぱりすごいね。ほとんど英語でやってます。あ、本当に、はい。じゃあのドナさん の, あのウェブサイトの名前をちょっと言ってくださいよ、あの、あ、今聞いてるリスナーさんに、うん、英語ですよね、 designyoursleep.com です。わかりました。じゃあもしこれを聞いている、うん、まあ、私もね世界中にリスナーさんがいますから、ちょっと悩みがある、なんかよく寝られないっていう方はちょっとねウェブサイトをチェックする必要があると思います。うん、あとインスタグラムの方はデザインヨースリープも、それはとてもあのおすすめがいっぱいありますから。あ、本当に、ぜひ見てください。あ、じゃあ私チェックしてみよう。はい、あ、それも知らなかった。じゃあインスタもやっています。はい、そうそうそう、その方はたくさん の, あのおすすめがあるからぜひ見てくださいね。え、例えばドナさん、その今、まあ、一概にはねアドバイスできないと思うんですよね、いろいろなケースがあると思うから。そうですね、でも、はい、まあ、一般的によく寝られるための、まあ、ドナさんそのセラピストとしてアドバイスできること、まあ、その私たちが今日から始められそうなことって何ですか。実はそういう質問はのりこさんに聞きたいです。私に聞きたい。のりこさんは、うん、そうですね、のりこさんはほとんどよく、ね、寝られますよね。最近は多分手術のことは大変でしたけど、まあね、そうそうそう、ほとんどは、はい、あの、まあ、じゃあちょっと私の話皆さんごめんなさい、何、うんうん、でしょうかそれは、うんうん、じゃあ私はコロナその手術の前ね、2月に手術を受けたんですけど、その前はほとんど本当に快眠、ね、よく寝られる、で朝起きた時もうわーよく寝たみたいな感じ、うん、で私の大きいのはですね、やっぱり朝起きる時間と寝る時間大体いつも同じですね。だからもうルーティンがあるっていうか、はい、なのでもう決まった時間に起きて決まった時間に寝る、必ずこれで一定時間必ず寝ている、これは大きいと思うんですが、ドナさんどうでしょうか。そうですよね、のりこさん、それは一番いいおすすめです。あ、本当に、そう、私のやり方いいんですね。そう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 、うん、そう。他は どう思いますか。じゃあ他は、他はでもあんまりね気をつけてそれ意識してないけど、夜例えば寝る前、あの寝る前私の時間がありますよね、この時間に寝る、その前の3時間ぐらいはあの何も食べてないですね。うん、それも大切です。あ、本当に。おお、うん、だから なんででしょうか。なりそ、多分消化じゃない、消化、そのダイジェッション、消化、例えば寝る前に重たいものとか食べるとお腹がやっぱり動くから、多分絶対影響があると私は思っているんですけど。本当ですよ。あ、すごい。そうそうそう。実は その箱がありますけど、うん、あの食べると、うん、あの体温気温が上がります。あ、そうなんだ。寝るときは下がる方がいいです。うん、おお、これはいいアドバイスですね。だから寝る前にあんまり食べてはいけないってことなんだ。ね、そうですよね。あと運動もするときも体温が下がりますから、それもあまり良くないです。運動ね。あ、それもでも実は聞いたことある、はい。寝る前に激しい運動しちゃダメなんでしょ？そうですね。ね、もちろん昼間も大丈夫ですけど、うんうん、5時あとはあまりした方がいいです、うん、しない方がいい、しない方がいい、あまりしない方がいいです、うん、でも多分逆にそのヨガみたいな、なんかストレッチみたいな運動はいいのかな。そうですね、それは全然大丈夫です、うん、リラックスをしたらいいですよ、うん、なるほど。あの、これはどうですか。これは私が多分どこかで見た情報なんですけど、もし寝られない時に、うん、あのよく何ですかね、温めた牛乳、ミルクとかハーブティーを飲むのはいいと聞いたんですけど、それは OK？ それは実は人によりますよね。あ、なるほど、人によるんだ。うん、人によります。じゃ気をつけなきゃいけない、ね、アレルギーがありますよね、あの牛乳とかはアレルギーがいっぱいある、ね、いるから、それは本当に人によります。うん、そうすると時々ちょっとあの、あ、なんというかな、ピピをするからね。
そうおしっこね、トイレに行かなきゃ、そうそうトイレに行かなきゃ、そうですね、それそう、それは確かに私はありますね。やっぱり私はもうどんどん年になってきてね、中年のおばさんだから、ちょっと水分をほどほど水分を取りすぎるとトイレに行かなきゃいけないね。でそのために起きちゃったら夜中に、あその後寝られないってことあるんですよね。そうですよ ね、だから避けた方がいい、うん、避けた方がいいですね。なるべく夜中に起きたくないもんね。あるあるですね。そっか、他になんか絶対やっちゃいけないこととかあるんですか、寝る前に。そうするともう絶対質が悪くなるとか。そう、もちろんカフェインですよね。カフェインですね、それは私もわかる。そう、でももちろん人は違いますから、多分のりこさんは10時にカフェを飲んだら大丈夫。いやいや、私はもう全然飲んでないんですよ。若い時は本当に20代は本当に全然影響がなかった私。そうですね、年齢によりますからね。そうで、多分30歳を過ぎてから私はもうどんどんコーヒーの回数を、飲む回数を減らしていって、今はもう1日2回だけです。朝だけ、午前中だけ、もう昼から絶対飲みません、はい、コーヒー。はいはいはい、わかりました。そうですね、気をつけなきゃね。変わりますよね。そう、あとは睡眠のことはちょっとそんなに難しくないんですよね。あ、そうですか。3つのポイントがあります。1つは睡眠圧ということ。もう一回もう一回、睡眠圧。圧、あれはその例えばのりこさんは多分7時に起きて、だから睡眠圧はずっとずっとずっと溜まっていますよね。これはケミカルです。あ、これ英語、ごめん、私日本語と思って聞いてたけど、英語その言葉、睡眠圧、英語違います。圧、プレッシャーみたいな感じ。圧、あ、ごめん、私全然わからなかった。睡眠圧、圧ですね。圧、はい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 。トランスクリプションで漢字書いておきます。圧力の圧ですね。圧力の圧、そうそうそう。はいはいはい、だから、うんうん、この圧は7時に起きて、そして11時になると、睡眠圧が16時間になりますよね。あ、そういう意味なんだ。はあ、でも朝の11時に起きたら、睡眠圧は、12時間だけですよね。なるほど。だから寝られない。あ、その10時に起きる方が寝られないってこと？あれ、私ちょっとまだ理解できてないな。ごめんなさい、もう一回説明してください。睡眠圧が溜まって、そう、長いほどそう寝られないってことですよね。そうですね。合ってるね、私の理解。そう。でも11時に11時に起きたら、その睡眠圧が12時間だけですよね。だから十分じゃない。十分じゃない。だから例えば時差ボケになりますよね。時間が変わると。わかりますか？だからいつも、ちょっと待って、私が説明が合ってるかどうかね。そうそう。例えばいつも私の場合6時に起きてますね。はい、で6時に起きて10時半に寝てる。でそれが自分の中の睡眠圧が一定です、いつも。でもある日突然何かあって夜遅く寝て、そう、例えば朝10時とか起きちゃうと自分のレギュラーな一定な睡眠圧が変わるんですね。そうですね、それは本当に悪い。ということでやっぱりいつも同じ睡眠圧の方がいいんですね。そういうことか。そうですね。大きい睡眠圧の方がいい。近いと、そう、もちろん。近い睡眠圧があると全然なられないです。そうか。じゃあ起きた時間から寝る時間の間、それが睡眠圧なんですね。睡眠圧関係は。だから ほとんどの人は週末に変わるんじゃないですか。だから日曜日の夜は本当に大変です。ストレスがたまると寝られない。いや、実はドナさん、私ね、週末も全く同じルーティンなんです。だから寝られます。わかりますか？週末も早起きするんです、私。結構それが一番いい。イベントがない時ね、そのパーティーとか行くとか以外、はい、必ずいつも通り起きて、だいたいいつも通りの時間に寝てるんですよ、週末も。でもほとんどの人は違いますよね。違いますね。
夜更かしずっと起きてるね。そうだから睡眠準備ができない、あのそういうことはいつも変わってる、時差ぼっきみたいな感じに。で少しずつ少しずれていくんだね。あ、そうですね、はい、はいはい、あ、いいアドバイス。そっかそっか、分かる分かる。じゃあそれが第一ポイント、体内時計は一番大切ですよね、うん、なるほどね、はい、お、じゃあそれが第一のポイントで、睡眠圧とか体内時計のことね。そう、うん、それは二つ、体内時計。おお、そうか、二つ目が体内時計のことです。そう、体内時計はもちろん時計ですからね、はい、あの同じ時間に食事をしたら、同じ寝る時間をしたら、同じ時間に運動したら、すごく同時にする、体の中に、体が分かります。毎日ルーティンをしたら覚えてる。だから睡眠ホルモンがよく寝てのよく動いてますね。なるほど、じゃあ私はそうなんだ、多分。あ、安心しました。絶対に絶対に、だから寝られます。はい、寝られる。そうか、そうですね。おお、面白い。他にはありますか？そう、あの、うん、そうですね、3つのポイントは、それは一番いいポイントだったけど、ストレスですよね。そう、これはすごく感じる、うん、だからほとんどの人はあの朝から夜までストレスとか溜まっていますよね。休憩しないことは本当に悪い。だから睡眠のこと、根本的に今の時代の、まあ、いろいろな要因ですよね。家族のこと、仕事のこと、将来のこと、コロナのこと、いろいろなストレスがやっぱり一番影響があるってことですね。そうです。ですから、だから一日中は少しだけ2分3分だけちょっとリラックスすることは一番いい。本当だ。ちょっと立ち止まって、ね、ストレスがたまらないからね。そうすると。いや、ストレスは本当にちょっとね、大きな敵ですね、本当に。はい、私たちの生活にとって、うん、そう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 。いや、あのドナさん、ちょっとドナさんね、メッセージで送って伝えたことがあるんだけど、その先月手術をした時に、術後やっぱり2週間ぐらい私の睡眠は本当に悪くなったんです。やっぱり、まあ、はい、お腹が痛いっていうのもあったんだけど、やっぱりなんか心配事とかあるじゃん、あ、大丈夫かなみたいな感じで、夜中に何度も起きちゃったんですよ、私。はい、だからストレスって本当に睡眠に良くないなっていうのは私よくわかります。はいはい。でもそう、あの起きるとき、夜中に、うん、起きるときは時計を見ない方がいいです。見ちゃったのよ、私。それは分かり、良くないね、私。あの横にすぐスマホがあるから、あ、今何時かなって見ちゃうんだよね。そうだから、そうするとストレスが溜まるでしょ、うん、時間が数えるから。それは同じ。そうそう、私はその起きた時に、例えば3時とかだったら、3時なのに起きちゃったみたいなね、やばいみたいな、寝なきゃいけないのにっていう、余計にストレスをかけてるんですよね。そう、そういうストレスのホルモンが出るから、そう見ない方がいいですよ、本当に。それいいアドバイスですね。そう、本当に。じゃあ私質問してもいいですか、一つ。はい、もちろん。昼寝ってどうですか、シエスタ。これはいいことなんですか、悪いことなんですか。ちょっと睡眠の問題を悩んでるときは、ちょっと避けた方がいいですね。あ、そうなんだ。そう、それは、あの睡眠圧が必要ですからね。睡眠圧、そこで逆に取っちゃうと、また睡眠圧がちょっと崩れるんだ、ね、体内時計も崩れる。そうですね、うんうんうん、食欲みたいな感じに、ちょっとこの昼寝はスナックになるんじゃないですか。そう、いい例えですね。おやつになっちゃうんですね。おやつになっちゃうんですけど、ちょっと睡眠圧が減少するから。そっか、いや、でもパワーナップっていう言葉聞いたことあるんですよ、パワーナップ。そう、だからそれはいいことです。よく寝られるときはぜひやってください。昼寝は全然問題じゃない。でも睡眠問題があったら避けた方がいい。そっか、じゃあ私みたいにレギュラーでちゃんと寝られる人の場合、パワーナップは効果的だけど、そうですね、でも、はい、睡眠障害がもともとある人にはおすすめできないんですね。そうですね。深いな。合ってる、合ってる。気をつけなきゃ。そうですね。いや、なんかいろんなことが影響するんだ。そうですね、はい、面白い。そっか、いや、ドナさん
結構忙しいね毎日。だって世界中に困ってる人がいるわけだから。そうですよ ね大変ですよね。みんな違いますからね、ちょっと、でもよかった、ノナさんが頑張って勉強して資格を取って、で今忙しくして、まあ、ビジネスとしてもうまくいってるのもいい、ね、私は嬉しいし、あと世界中に困ってる人を助けてるっていうのもものすごく意味があるし、私はとても嬉しいです、ノナさん。ありがとうございます。私も実は嬉しいですけど、まだまだですよね、新しい事業ですから。あ、本当に、いろいろ、いろいろやっていきますよね。そうなんですよね、わかる。私も一人でいろいろやってるから、いろいろやっていかなきゃね、そのクライアントさんを探さなきゃいけないから。そう自分で、それは事業を起こすときは本当に大変ですよね。そうそうね、そう、自分の会社を起こしたわけだからね。そう、会社というか自分のビジネス。そう、一人ぼっちの気持ちは毎日ちょっと悩んでますよね。そうローラーコースターみたいな感じですよね。あるある、なんかさ、ソーシャルみたいなね、インスタグラムもやらなきゃいけないし、なんかいろいろなブログみたいな記事を書いてね、こういうことをこう宣伝したか、していかなきゃいけないし、大変だよね。でも頑張ってる、ドーナさん、すごい。でもすごく面白いですよね。私は聞いてて面白かった。睡眠の世界は本当に面白い。有名の世界もね。有名、あ、そっか。実は、あ、これちょっとごめんなさい、もう時間結構来たけど、もう一つじゃあ夢ね。夢は必ずみんな見てるもんなんですか？みんな見てるけど、多分覚えてない。私そう、全然覚えてないんだけど、朝起きた。全然ですか？全然。ああ。だから。でも夢を見てますか？いや、多分見て、いや、だからそれが知りたいの。見てるんでしょうね、多分。見てるんじゃない？多分。でも起きた時に。記憶が全然ない。全然夢を見たという感じがない。ああ、そうですか。それはいつから？いや、ずっと前から。だいぶ前から。それは人口に多分 10% ぐらいが覚えられない。じゃあ私はその 10% ですね。そうだと思います。珍しいな。なんでかな。でも多分変わりますよね。あ、本当。将来に。はい。そっか。いや、時々よ。本当に時々なんか覚えてることもあるのよ。でも大体が全然。だから夢見てないのかなって思ってたんだけど、実は多分見てるんですね。でも見るときはぜひ次の日にちょっとそういう夢を書いて、トレーニングになりますから、だから次の日は多分また来る。夢って、じゃあごめんなさい、もう一つごめんなさい、これ気になる、はい、その見た内容の夢って何かすごく意味があることなんですか？もちろん意味があります。はい、もちろん。そう、もちろん。でも怖いね、それって。でももちろん例えばクマを見るときは、クマ、動物、クマ、そう、クマを見ると、それクマの意味はないですよ。人生の中に意味がありますけど、そのクマはこういうことと意味があるは絶対ない。人によりますよね。じゃあ突然夢の中に、いや、ちょっとよくわからなかった、ちょっと説明。じゃあ、例えば夢の中にクマが、例えば自分が森の中歩いててわーっとクマが出てきて、そのクマ自体に意味はない。意味はない。ほとんどは、あ、クマがあるから怖がっているという意味はある、あ、じゃあそのということは全然ない。あ、じゃない じゃないじゃない、人によりますから、人の人生の中によります。なるほど。あ、そうか、そうか。じゃあ、その一般的な話にはならないってことですね。クマが出てきたからそういう意味だっていう意味にはならないけど、その誰がその夢を見たかということによって多分違うんだ、人によってね。そうですね、はい。そうか。分析ができない、そういう。そう。でも何か必ずその時の状況によるのかな、その人のね。自分がそういう夢を分析した方がいい。なるほど。はい、そっかそっか。だからメモして残した方がいいんだ、記録を。実は私は毎日やってます。あ、本当に？すごい、夢日記ですね。夢の日記。そう、ちょっと解決が出るんですよね。あ、本当に？そう、私の人生の中に、あ、これは何ですか？こういう、あ、考えるんだ、こういうことかなみたいな。
そうですね、はい、それが深い関係があるんだね、はいはい、私の旦那さんは私と違ってよく夢を見て、まあ、覚えてると思うんだけど、よく自分が戦っている、本当にフィジカルなんかファイティング、なんか誰かととか、なんかゾンビとかなんか襲われて何か戦っている夢をよく見るっていうんだけど、それはなんか大丈夫かな彼は多分分かれ、わ、私は分からないけど、多分仕事の方にちょっと誰かと、かそうか、全然分かんない私、うん、いや大丈夫大丈夫、なんかそうよく言うんですよ、なんか誰かと戦ってるって言って、うんうんうん、心配ですねはい、そっか、分かりました。ドナさん面白かった今日の話、今まで、うん、多分こんな話したことないから、うん、そうですね、うん、で、あの本当に多分私のリスナーさんもあの悩んでる人多いと思うから、じゃあ皆さんぜひね、ドナさんのサイトをチェックして、多分いろいろな、ね、情報も書いてあるから参考になることが多いかもしれない、うん、英語ですけどね、ぜひ見てください。大丈夫です、大丈夫です。実は一番便利なところはインスタグラムかな、うん、インスタグラムもう一回名前を、アカウント名、あ、デザイン Your Sleep、 はい、皆さんフォローしましょう、うん、そのインスタグラムの方はたくさんたくさんのツールがあるから一番いいと思います。わかりました、じゃあ皆さんでフォローしてみましょう。ドナさん楽しかったね、楽しかった、ルイカさん。20分で終わると思ったけど40分ぐらいいっちゃったよ本当ですか、はい、まあまあでもいい、いい、あの楽しかったです。ごめんなさいね、私がよく理解できなかったこともあったけど、うん、あのトランス、これは私の日本語ですよいやいや、あのうまく説明できたかな。でもあのトランスクリプションを作るときに、もしあのわからない言葉とか出てきたら、私またメッセージを送りますね。はい、もちろんもちろんありがとうドナさん、じゃあここで一回録音を終わりましょう。いえいえ、じゃあまたね、またね、気をつけてのりこさん、はい。